もう一度ゲームセンターに行きましょう。チョムスケに似たぬいぐるみを取りた。行きません。では私と一緒に来てはくれないか。あの車という大きな金属の塊が気になってな、重い一撃を体験してみた。行きません。ダーク、このままブラブラしてると面倒なことになりそうだし、普通に買い物にでも行くか。せっかくだし、普段は買わないものを買ってみるのもいいかもしれない。誰かについていくか、それとも自分の買い物に行くか。ほわー、素晴らしい景色ですね。こんなに高いところから世界を見下ろすとは、なんたる快感。なあ、そんなことより、せっかく来たのにお土産はキーホルダーだけで本当に良かったのか。ええ、そうそう、カズマの分も買っておきましたよ。記念に同じものをつけようではありませんか。え、お、お、分かった。どうしよう、展望台でお揃いのキーホルダーを買うだなんて、なんかリア充みたいで落ち着かないんですけど。いい買い物ができましたね。これはぜひともコウマの里のみんなに自慢したいです。そんな竜が巻きついた剣のキーホルダーなんて買うやつめったにいないぞ。こんなにかっこいいものを買わないなんて、この世界の人たちはセンスがありませんね。まあ中学生くらいなら無性に惹かれるデザインではある気もするけどさ。はっ、カズマ、あっちにはドラゴンに水晶が埋め込まれてるやつもありますよ。きっとレアものです。どこのお土産屋にもあることは言わないでおくか。